くの先人たちの知識と経験を盗む。プロジェクトマネージメントでビジネス力をアップさせたい皆さんへ、こんにちは。ナビゲーターの伊藤田です。今日のテーマはプロジェクトマネージメントを学ぶメリットってなんだろう。今日はですね、ゲストとして、長屋さんにお越しいただきました。ありがとうございます。長屋さん、アスカプランニングの社長さんでいらっしゃいます。はい、まあ教育とコンサルやってます。長屋さんは日本産業カウンセラー協会に行っての、産業カウンセラーでいらっしゃる、はい、そして IIBA 日本支部の理事でもいらっしゃる、はい、さらに、東京地方裁判所 IT 専門委員、これ何をやるお仕事ですか？はい、IT 紛争、地方裁判所、裁判所ではIT の紛争案件を扱っています。つまり IT 紛争が、まあ、いわゆる裁判になるわけですね、うん、でその時に裁判所関係、特に判事さんなんかは IT の知識があまりないです。なので私は専門家として判事さんに IT 開発あるいは IT 技術の立場から、まあ、助言をする。あ、なるほど。っていうことをもう10年近くやってます。最近 IT のこう係争案件って増えてるんですか？増えてるかどうかって当然分かんないんですよ。ただ昔はお互いにこう話し合いベースで紛争になかなかそこまでいかなかったのが、うん、この頃は、うん、直接もう裁判に行っちゃう案件が多い。なるほど、ね、ということはよく聞きます、はい、そして永井さんは工学博士でいらっしゃる。北海道大学で先生もやられてましたよね。はい、北海道大学で非常勤のでプロジェクトマネジメントをもう10年近くやっています。はい、はい、で永井さんは皆さんですね、 PMI 日本支部の、元事務局長さんでもいらっしゃったんですよね。そうですね、はい。実はもう永井さん知らない人はあんまりいないっていうぐらい有名な方なんですよ皆さんね、はい、ビジネスパーソンがプロジェクトマネージメントを学ぶことのメリットって何かあるんですかね？もうメリットはもうズバリ多くの先人たちの知識と経験を盗む。盗んで、それを自分の人生や仕事に生かすということだと私は思うんですね、はい、でピンボークに代表されるようなプロジェクトマネジメント体系、これは一人のものすごい偉い人が考えたことからできてるんじゃなくって、うん、もう多くの本当に多くの皆さんのような一般的な一般のプロジェクトの実務者たちがいろんな知恵を経験を、まあ、PMI ピンボークの出版元ですけれどもそこに届けて、それを PMI が知識体系化したものなんですよね。でそこにはこうすればプロジェクトはもっとうまくいったんじゃないかなとか、うんうん、こんなことをしたからうまくいったなどの多くの人たちの経験値の集大成なんですよ。凝縮されて濃縮されてるんですよね。そうです。で、まあ、そもそもプロジェクトの定義って、ね、世の中でた一つのものをね、ものであったりサービスを、ね、時間だとか、まあ、資源、人物金、のバランスを取りながら、プロジェクトのゴール、目的を達成するものだから、これすごく大変なことなんですよ、うんうん、そのやり方として、まあ、自分流の試行錯誤でプロジェクトをやり遂げる、これもありますけれども、それよりかは、まあ、先ほど言った先人の知恵、まあ、これが世に言う世界標準になってるんですけども、うん、それを学んで自分流にアレンジする方が私はプロジェクトの成功のアプローチとしてはものすごく効率的かつ合理的だと思います。そうですよね。だから、うん、先人の知恵とか教訓って、うん、その先人がまあ失敗しちゃったと、うん、そうそう、であなたたちこれやんない方がいいですよとか、そう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 、ということはそれを学ぶと、そうそう、まあ、失敗のリスクも下がりますよね。そういうことです。例えばですけど、作ったことない料理ね、食べたら美味しかったな、でもこの作り方わからないけど作ってみようっていう時に、どこかでレシピ本ね、レシピを手に入れて作るか、
もう何にもないところから自分で作るのかって言ったらアプローチとしてはまずそういったレシピ本を手に入れて、そこに自分流にちょっとお砂糖少なくしようかなとかね、お塩ちょっと多くしようかなとかね、もうアレンジした方が絶対に成功率は高いと思います。長谷さんそれすごい分かりやすいですね、うん、分かりやすい。だってどっちかっていうとレシピ見ますよね普通ね、うん、そう見ます、うん、同じことですよ同じこと。実際ね私がピンボックを初めて読んだ時もうほぼ20年前ぐらいかな、うん、すごい衝撃的でまさに目から鱗の状態だったんですね、うん、もっと早くピンボックを読んでたらもっと早く、ね、これに接してれば失敗プロジェクトこれをね少しでも減らすことができたんじゃないかなって思いましたよ。私もそれ思ったことあります、うんうんうん、プロジェクトマネージメントを学んでですね、うん、キャリアアップした方の事例とかってありますかね、うん、自分のことを話しすると私の場合はもう IT プロジェクトマネージャーとして30年以上多国籍企業で働いてたんですね、うん、だから逆に PM 学ばなかったらあるいはまあ PMP プロジェクトマネージメントプロフェッショナルこの資格がなかったらまずプロジェクトマネージャーの仕事はできなかった、うんうん、だからもう勤めていた企業では PMP これはもう絶対に必須でこれがなければプロジェクトをやらせてくれなかった。で、まあ、多くの欧米の企業では専門職としてキャリアを築いていくし、プロジェクトマネージャーって専門職だから PMP の資格は、まあ、キャリアアップのためにはなくてはならないもの、まあ、かつて日本の働き方は専門職よりも会社でのキャリア、うん、これが重視されてきた、うん、だから、まあ、資格と仕事の内容が連動しないことが多々あって、まあ、多くの皆さんが、うん、勉強してもね資格を取ってもねどうやってこれを生かすんだって、ね、思う方もいらっしゃると思います。ただしです。ただしここからが重要なんです。日本の働き方は今大きな転機を迎えてます、ね、これまでのメンバーシップ型の働き方これは企業一つの企業で企業っていう組織の中でメンバーとして、まあ、キャリアを積んでいくやり方、うん、この働き方から家族型みたいな感じですね。そうですそう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 、うんうん、だからまだまだこの会社の部長あ課長から部長に行く部長からっていう、うん、そういう働き方からジョブ型つまり職種の専門性、うんうん、これが重視されていくそんな働き方にもう確実に変わってきてますし今多くの大手の企業さんがそのジョブ型の制度を導入しようとして人事制度を、ね、変えていこうとしています。間違いなくこれからの働き方は自分のキャリアは自分で作っていく、うん、築くこれが当たり前になります。その時に必要なのは専門職としての資格例えば PMP それと資格だけ持っててもダメなんですよね。確かな、実践力、うん、これになります。これからのプロジェクトマネージャーはもう PMP の資格っていうものも絶対に必要になると私は思います。 PMP を取ってキャリアアップした事例っていうのは日本では、うん、今までの日本ではあんまりなかったかもしれませんがこれからはズバリ PM を学ばなければあるいは PMP を持ってなければキャリアアップできない、うん、絶対にそうなっていくと私は思います。会社のこう経営者の方と話していると新規事業を立ち上げたりとか新しい仕組み作ったりとかそれでキャリアアップしてて、まあ、そのやり方がそもそもプロジェクトマネジメントなんですよね。そうです、うん、そうです。企画を実行していく実践していく今の DX ビジネス戦略を、まあ、IT のプロジェクトとして実現させていくのこれみんなやっぱちゃんとした根底にプロジェクトマネジメントのプロセス考え方こういうきちんとしたものが なければビジネス目的を戦略に落としてそれをかつ実行していくってことはできないわけですから、うん、なるほどですね。でこ のチャンネル見てる方ですね、プロジェクトマネジメントに、まあ、興味がある方が見ているはずですよね、見ていると思うんですけれどもじゃあそういうキャリアアップをしたいとプロジェクトマネジメントを学んでみようと思った時に何から学べばいいですかね。もう答えはも
問題意識持つことだと思います。問題意識、問題意識、何でもそうですけれども、まあ、自分が学んでいこうとか成長しようと思ったら、まず何ができてないのか、何が問題なのか、現状課題は何なのか、これをきっちり意識として持って、まあ、できればちゃんと分析しなければ改善案、浮かんでこないですよね。 As is から To be って言いますけれども、今どういう状況なのか認識してなければ、いくら知識を詰め込んでもピンボックを読んでも自分のものにはならないと思います。私が先ほどピンボックを読んで目から鱗だったのは、私がたくさん失敗プロジェクトを重ねてきて、しかもなぜ失敗したんだろう、なぜ失敗したんだろうっていうことをやっぱ考えてたから、そこに、まあ、ピンボックっていうある意味天使が降りてきてあ、そういうことだったんだ。プロジェクトの失敗経験があれば、なぜ失敗したのか、もしプロセスだとすれば、どのプロセス、それはリスク管理のプロセス、コスト管理、スケジュール管理、それから結構多いのが人間関係なんですけども、チームとしてうまく回っていかないとすれば、なぜそうなったのか、で何があればよかったのか、なぜ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 で、この自問自答のプロセス、これがなかったら、いくら知識学んでも、私は全く意味がないと思いますよ。プロジェクトをたくさん失敗を重ねた人の方が、あるいはね、フィンボックに出会う、あるいはね、先輩の PM の話を聞く、あるいはもう巷にあるたくさんのプロジェクトマネジメントの本を読む、でそうするとあっていう気づきが生まれて、じゃあ今後どうしようっていうアクションが、まあ、見えてきますよね。でもなかなかそれができないのは、やはりこう日々の出来事を振り返る時間ってなかなか持たないんですよね、特に忙しいプロジェクトやってると、もう本当に時間がない、ね、いつも追いかけられてるって。だからやっぱり、まあ、寝る前の5分でいいから、まあ、日々の出来事、それが自分の仕事のことももちろんそうですけれども、まあ、パーソナルのことでもいいわけですけどもね、こう振り返る時間で、できればちょこっとこうなんかメモをしていく時間、そういう時間を持って問題意識を極めていって、まあ、プロジェクトマネジメントの体験を学ぶっていうのはすごく意義があると思います。私、質問でプロジェクトマネジメントを学んでみようと思った時に何時から始めたらよいでしょうかって質問しましたけど、なぜ学びたいんですかっていうことですよね。まあそうですよね。で、体感一回プロジェクトやってみて、あなたはどこに困ってるんですかっていうのを明確にして、 そこから学んでいくということですよね。そうです、まあ、人間ね、困らないとなかなか何も新しいことってやらないんですよ。困ってるから何かやろうとするわけで、でも問題なのは、困ってるってことが分かってる人はいいんですよ。問題なのは、困っていることが分かんない人が分からないっていう、そういうこともあるんで、それの方がよっぽど問題。長谷さんの格言が出ましたよ。問題がないことが問題なんですよね。そう、その通りです。おっしゃる通りです。それで、ちょっと学ぶっていうちょっとキーワードが出てですね、その長谷さんの会社のホームページ見たら、アスカ IT 塾。っていうのがね、皆さん出てたんですよ。アスカ IT 塾って何ですか？いいですよ、まあ、アスカプランニング、これは主として企業向けの研修やコンサルタント、これを行っているんですけれども、今年この漢字でアスカ、これは明日の香りと書くんですけれども、ね、アスカ IT 塾っていうね、新しい事業をね、同じ、まあ、志を持つ女性3人で始めました。アスカ塾ってこの名前、さっき言った明日の香りはね、明日の自分の香り、つまり明日の自分のキャリア、これを目指すという意味合いを込めたんですね。このアスカ塾の特徴は、自分のキャリア形成に投資する個人、個人、会社とかそうじゃ個人を支援するっていうことを、まあ、目的にしてるんです。まあ、事業方針としては、まず第一に、一流の講師による実践的な、まあ、IT ですけども、分野ですけども、キャリア育成。で、これを個人が投資できる金額、リーズナブルな金額で投資します。長谷さん、これ、リーズナブルどころの騒ぎじゃないですよ。いや、でも、講師の皆さんが、私たちの、
あの趣旨に賛同してくれて、はい、やってくれますって言ったのでものすごくありがたいことです。これ先生たちもすごいですよね。そうです、一流です。もう大学院に行くぐらいの、うん、そうです、一流の講師です。先生方です、はい、期間も結構短いんですよね、はい、そうです、そうです。それとあと夜とか土日とか、うん、会社終わった後に皆さんが受講できるようなそういう時間帯にしてます。本当に何回かのコースじゃないですか。そうです、そうです、うん、でまあ、一応あのラインアップに研修の、ね、ラインアップにはね、データサイエンス、それから、まあ、アジャイル、ね、プロジェクトマネジメント、それから、まあ、DX 時代に必要とされているビジネスアナリシス、うん、ね、それからこれからの IT 技術者には必要なビジネススキルとしてね、うんうん、あの会計とかで、それから本当に私は IT の、 あの人たちにぜひぜひ身につけてほしいビジネス英語、うん、こういったものを、まあ、あの揃えてます。もう一つ大事なことがあって、それは技術者、 IT 技術者に必要なのは単に、まあ、スキルや資格だけじゃなくてメンタル、メンタル面での健全さがあります。だからスキルとメンタル、この両輪、この両輪があって、あの IT の仕事人としての、まあ、確かな自分力を、まあ、発揮できる、うんうんうん、でなかなか自分のメンタルの健全さを自分自身で保つというのは難しいので、だからメンタルカウンセリングだとかキャリアカウンセリング、コーチング、これらをセットで、提供してしたいと思ってます。これ皆さん、あの後でね、動画の概要欄に URL 貼っときますけど、これあのコーチングを受ける、皆さん受けたことない方多いと思うんですけど、この価格じゃ受けられないですよ。だから一回これは試してみるのもいいかなと思いますけどね、うん、でまあ、あの欧米ではね、あの仕事が終わった後学校に通ったり自らのキャリアを自ら形成するっていうのがすごく普通なんですけれども、まあ、先ほど言いましたように日本の働き方、これは変わっていきます。で、まあ、ジョブ型もそうだし働き方改革で本当にあの欧米型に近づいてきてます。時代の変化の中でもう今一度、人生長いです、下手すると70まで働かなきゃいけない、うん、でそういう中で、ね、自分のキャリアっていうのを自分自身が考えて自ら勝ち取っていく、自ら学んでいくっていう、こういう人たちをに私、まあ、飛鳥塾は支援したいなと思っています。ぜひ皆さん、伊藤さんにはこんな機会をいただいて本当に感謝しております。ちょうどウェブで発見しちゃったんで、あのご紹介なんですけどぜひあのウェブも見てみてください、はい、今日の動画はここまでにしたいと思います。永瀬さん本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。このチャンネルでは有識者の皆さんとのインタビューをたびたびアップしています。ぜひ今後も動画アップしていきますんで、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。